平成30年夏、雲仙七島の清水棚田の展望台に来ています。棚田百選の地と書いてあります。行ってみましょう。セミが鳴いています。さあ楽しみですね。どんな景色が見えるのか、どんな風景が僕を待っているのか。はるばる雲仙、島原半島まで来てますからね。ここが展望台ですね。いやでも空が青いよ。空真っ青、雲真っ白。この階段を登ってきます。木の階段ですね。さあ待ってんのかな。おお、やばい、すごい、見えました。棚田ですね。日本の棚田百選に入ってます。雲仙七島の清水棚田、美しい。いやーこれ綺麗だな。ご覧ください。やった、嬉しい。もうちょいアップします。綺麗ですね。見事な棚田です。そして時期も最高だね。この緑色は輝いてますよね、きらめいてますよね。眩しいです。九州島原半島、雲仙七島の清水棚田から村内信弘がお伝えしました。こっちもすごいよ。棚田もすごいけど、この景色もすごい。この雄大さ、これは素晴らしいですね。いや素敵。雲仙岳です。